フレンは前に玉木くんの配信でこれ前にっていうかもう初回の対談なんですけど、うん、これトコちゃんに首を絞められたいって言ってたけど、フレンは今もそう思ってるの？なんかトコ先輩の綺麗なお手手を使わせるのが申し訳ないのでいいです、うん、こういう理由私なんかにそこなんだ大丈夫です、はい、あじゃあもう申し訳ないので、はい、大丈夫だそうです。うん、自分でこと足りますので全然大丈夫です。自分でこと足りケルベロス所属のチミモーリョー